白血病と懸命に戦う三田丈一郎君。母香織さんが見つめた8年間の命の記録です。丈一郎、生後2日目。翔くん、お母さん笑かして。あ、やってるじゃん。笑顔の素敵な強い子にとの願いを込めて、強いボクサーの名と父親の名から丈一郎と名付けた。突然の発病、離婚、父親との別れ、丈一郎は人一倍我慢強い子に育った。8歳の少年に襲いかかる病魔、激痛に苦しみ生きるために戦う我が子の姿をお母さんは記録します。妹を思いやる丈一郎君、涙をこらえて見つめ続けた母のカメラ。お母さん、はるちゃん愛してるよ。でもその戦いは478日目に終わりました。優しさとか辛さとか悲しみとか、全て丈君からも教わったような。丈一郎と同じ病気の子をもうやっぱり全国にたくさんいると思うんですけれども、こうやって頑張ってるんだよっていうのを分かってもらいたいっていう部分もあって。母香織さんがビデオと日記で綴った478日、それは愛と勇気と戦いの記録。2005年5月18日、高熱と腹痛で救急搬送、白血病の疑いと言われた。丈一郎は小学校2年生になったばかり。まさか。しかし血液腫瘍科がある子ども病院で急性リンパ性白血病と診断が確定。私たちが三田さん親子に出会ったのはその頃でした。あんまりピンとこなくって、はっていう形がやっぱし第一印象かな。で、一応自分ではまだそういう、その時に、まあ、他のお母さんから聞くともう号泣で涙が出るっていうんですけど、ちょっと私は感覚的にちょっと一つずれてるのかもしれないんですけど、もう涙が出なかったんですよ。入院して11日目、その様子をお母さんはカメラに収めていました。だからそんなわがままだね。良くん、うん、すぐ良くなって退院できるもんね。私はそんな思いでカメラを回した。大きくなって私の孫たちに、お父さんはこんな風に戦って元気になった、そんな風に話してあげたかったから。あらららららら、一気食べです。白血病とは血液のがん。血液を作る骨髄が機能せず、白血球になるはずの細胞ががん化する病気。現在では小児白血病の7割以上が退院できるようになっています。6月23日、抗がん剤の副作用でお風呂に入れたら丈一郎の髪の毛がバサバサと抜け出してきた。これが現実なのか。完治するには骨髄移植しかないと言われた。初めて白血病の怖さを感じた。主治医は奈良先生。若くて元気、子供の心をつかむのが上手です。あと10分か15分したら背中のチクンだ。ピンポーン。ちょっと目くらくらします。抗がん剤の効果を調べるための骨髄検査です。たどり着くのに少し時間かかるかもしれない。丈一郎君は抗がん剤の治療を続けながら骨髄のドナーを待つことになっています。しかし丈一郎君の血液には数パーセントしかいないという染色体の異常があり、家族の中にも移植に可能な白血球の方が見つかりません。
頼りは骨髄バンクだけなのです。ちょっとさ、お背中押される感じするよ。行くよ。大人でも値を上げる骨髄検査、太い針は直径 1.8 ミリもあります。これで骨髄液を採取し、がん細胞の状態を調べるのです。よし、おしまい。すごい頑張った。痛い検査も髪が抜けた時も泣かない子、先生も驚く我慢強い子。でも奈良先生によれば、そんな丈一郎が私が帰った後、布団の中で声を押し殺して泣いている。それを聞いて私は胸が潰れそうになった。沼津市にある丈一郎くんの家です。お母さんの香織さんは丈一郎くんと1歳4ヶ月年下の妹春ちゃんを女手一つで育てているシングルマザーです。食べててよ。丈一郎くんが4歳の時、夫の経済的な問題で離婚、子供たちを引き取りました。父親がいなくてもお母さんが頑張る、だからあなたたちも頑張れ、そんな言葉を繰り返す毎日。子供たちにいつの間にか我慢を強いていたのかもしれない。勤め先はスポーツクラブ、お金がない、忙しい、そんな言葉を子供たちはどんな思いで聞いていたのか。お母さんは高速代を節約して片道1時間半の道のりを病院まで通います。ギリギリまで仕事をして移動中に昼食をとる毎日です。病院で待つジョー君、家で待つハルちゃん、先行きの不安で押しつぶされそうな中、車の中で一人泣いた。でも病院に一歩入ったら絶対に涙は見せない。こんにちは、お願いします。この日は丈一郎は検査の結果が悪く、感染を防ぐための個室、良い数値が出ないと骨髄移植を受けられない。この動画の前半戦見ていただいていかがだったでしょうか。皆さん、あれですよ、地獄行きの各駅停車乗ったらダメですよね。え、いくら南無阿弥陀仏つったって、その隣の杉並南無阿弥陀仏、ねえ、杉並の方にあるねえ高円寺、阿佐ヶ谷、吉祥寺かわかんないけど、三鷹の鷹に乗って天国へ行くとか、そんなんじゃねえぞ。そんな中央線にも乗っちゃいけんし、うん、なんだっけ、西の中央線にも乗っちゃダメだぞ、お前。ね、コスモスクエアをね、大阪港、ね、そんな飛んで、本町か本町かわかんねえけどね、森の宮へ飛んで、ねえ、最終駅の学研奈良とか一体切っちゃっていけねえんだぞ、おめえ。何の話や。どこの中央線の話してんや。うん。荒本か吉田かわかんねえけど、生駒かわかんねえけどさ。生駒までまでは生かされるかわかんねえけど。京鉄、京阪奈線とかっていう地獄行きのちょっと手前の方にだんだん終点駅に近づいてくる。何の話や。西にもどこにも日本にも中京地区のやんねやかガラスばっかわかんねえけどよ。本町で御堂筋線で乗り換えて脱線して平和な実家に戻るのがいいんじゃねえか。何の話やって、何か御堂筋線やって生かされるわ皆さん。
本町というところの大学病院かわかんないけど、何病院か、抗がん剤付け病院かわかんないけど、脱線するよ、お前。そっから、脱線しないから命奪われるんだよ。御堂筋線で、お前、自分のうちの最寄り駅帰れよ。京セラにも繋がってるぞ、お前。センディセルシーにも行けるぞ、お前。何の話や。そんな具合でやっぱ離れればいいんだよ、離れれば。うん。なんで病院に受験する先生、はい、先生、東大教授の先生、治るのですが、はい、お金もうちょっとください。心の声、もうちょっとお金ください。お金をくれて、あなたの命を私はとどめを刺しますね。そのためのお金をいただければ、私は殺して死んぜよ。ザミーンっつって殺すんだよ、お前。医者に騙されたら終わりなんだよ。わかるか、お前。ん？厳しい言い方かもしれんけど、それが現実なんだよ。わかる？はい、京大先生、関西の大手の大学病院の先生。先生が言うこと。はい、そうです。はい、東大だから知ってます。はい。結構死んどんじゃねえか、お前。大学病院ならお前殺すぞ、お前。いろんな人殺す。いろんな人殺してきたんだぞ、お前。一分で一人死んでる計算だぞ。毎年27万人死んでんだろ。はい、はい、はい、そうです。死んでください。抗がん剤、強いにお願いします。はい、お願いします。抗がん剤、もっと与えてください。お金いっぱい払います。昨日、14万、単価14万円、その倍払います。28万払っても命助けてください。結局28万ぐらい。まあ死ぬまでだいたい600万ぐらいかかるらしいんだけどさ。うごめいてるらしいんだけど。だから、ユダ菌が売りつけてる金額ですよね。それがうごめいて、それが、その一部が、そのお金を、なんだっけ、その、家族とかなんかそいつのために払って。そして死んでたのがこの子なんだよ。再発は嘘。ガンもどきをガンだって嘘ついて殺したんだよ。すげえ抗がん剤付けにさせて。リストアップしてるんだよ、この子の。病院行ってはいけません。殺されます。仲出ししてシコシコして生まれたん生まれさせたんから。なあ、もっと大切にせや。海は上よや。バックなり、シャチホコなりして、仲出しして、それで2、3匹生まれさせるや。うん。それが人生のすべてや。お子さん、お両親のすべてやぞ。じじになったら、ばばになったら、カサカサなね。チンポロマンコロになったら、こするのも、こする気力もなくなるんやから。うん。間のうちにしこって、その子今、病院に行かせなくて、自分ちが病院にするや。うん。彼女できたら彼女にセックスの仕方はね、テクニックを教えてやりゃいいんだよ。うん。ドピュッと出すよ、どうぞ。と。笑えよ。うん。過激すぎるかもしんねえけど、劇薬を体内に当てられたら終わりってことよ。抗がん剤だな。チマムロポとメマルコの劇薬を女性にかませばいいんだ、お父さん。そうすれば必ず長生きさせられるんや。子供もいずれ大人になったらそうするんやから。うん、そうさせろや。残念ってところで終わらさせていただくんやけど、長生きせや。残念。医者にかかんなよ。性欲もりもりしとけよ。俺なんか百戦錬磨や。抗がん剤当てられたら百戦錬磨も錬磨もねえぞ、お前。わかったか？じゃあな、長生きせよ。脱出するよ、病院。病院に行くなよ、その前に。じゃあな。